今回はゴムをつけて腰振るだけで反り腰の改善、ポッコリお腹解消、腰痛改善になるエクササイズを紹介していきます。お腹が出てるよーって方はやってほしいメニューなので頑張ってみてください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、ゴムを使って骨盤の歪みを取っていくんですけども、もし今日ゴムないよって方も今回のメニューやっていくだけで多少は改善されてきますので、動画を見ながら一緒にやってみてください。ゴムある方は用意をしておいてください。今回このゴムチューブを使ってエクササイズすることによって骨盤の位置が整い、お腹がへこみやすくなる、反り腰が改善できる、腰痛解消になるんです。骨盤矯正行ったことある方はわかると思いますが、数日したら必ず骨盤ってまた歪んでしまうんですね。なぜかというと、日常生活の癖や筋肉のバランスによって必ずすぐ歪んでしまいます。動画を見ながら一緒にやってみてください。それでは紹介します。はい、まず足肩幅にして足揃える感じで立ってみてください。どちらかの指が前に出てしまってるよって方は骨盤の左右が前後に傾いてます。もちろんうつ伏せになって足の長さを見てみると必ずどちらか数センチ長くなってるはずです。骨盤というのは前後にも上下にも歪んでしまっているんです。これを整える方法としてはゴムバンドを腰骨の下に巻きます。ちょっと強めに巻きます。コブは作らなくてもいいです。中に折り込めばゴムは引っかかります。このゴムがたまに少し上がってくるので上がらないように何度か下にね、また押さえつけてください。もしない方は今回なしで見ながらやってください。このゴムを骨盤に巻くことで上下前後に動きにくく固定されます。この状態で腰を振るだけです。まずは寝た状態で足を振ります。この時にしっかり力を抜いて足を振ってください。今の足を振ることによって骨盤の上下の足の長さというのが整います。これをまず30秒間やっていきましょう。それではいきます。スタート。こういう感じで左右に腰を振ってください。足振った時にちょっと骨盤が引っ張られる感覚があると思うんですけども、足の長さが整います。腰痛い方はね、ちょっとゆっくり動かしてください。あと少しです。はい、 OK です。次は交互に太ももを胸につける感じです。これで前後の骨盤が整います。しっかり足抱える感じです。それではいきます。スタート。しっかりこれでね、前後の骨盤の歪みが取れて反り腰が改善されます。片っぽ腰がね痛いよって方はね、そっちの筋肉が硬くなってる証拠なんで、痛い方はねしっかり伸ばしてください。もう少しです。はい、 OK です。今度は前後の歪みをしっかり取るために腰を振って骨盤を立てながら反り腰の解消、ポッコリお腹を解消していきます。足はカエル足にした状態でおへそを自分の顔に向ける感じでお尻を締めながら反った腰をキュッキュッっていう感じで骨盤をゴムをまっすぐにするイメージです。30秒いきましょう。スタート。これがねあんまりうまく腰が動かせられないよって方はね、反り腰の原因になっているので、しっかりね骨盤をまっすぐグッグッと向けるね、腹筋と柔軟性が必要です。腰が痛いよって方はね、本当に反り腰になっちゃってるんで、これをしっかりやってください。よーし、 OK。 最後は立ったままでやっていきます。両足の状態で腰を振るのと片足で腰を振るの、全然動きが違うんですが、両足でやる場合前もも硬い人はあまり骨盤が立ちにくいんですね。なので片方にすることによって骨盤がしっかり立つことができます。なぜかというと片方の前ももは引っ張られないので、しっかり骨盤をね立てることができます。これを30秒、各15秒ずつやっていきましょう。ラストです。スタート。これでねしっかり
さっきのね、膝ついたバージョンよりも腰が動かしやすいと思います。バランスはね、ちょっといりますけども、はい、反対です。おっとっと、前ももがね、引っ張られないんで、頑張って、あと少しです。よし、 OK です。お疲れ様でした。今回ね、ゴムバンドがなかったよーって方はね、そこまで整ったよーって感覚がわからないかもしれませんが、ゴムバンドがあってやったよーって方はかなりね、腰の痛み、骨盤の歪み、姿勢っていうのが1回で改善されたと思います。持ってない方はですね、 Amazon でだいたい500円とかで売ってるんで、これ1本持ってるとね、すごく便利です。そこまで場所も使わないですし、ただあんまり使わなかったらゴムが傷んで切れやすくなってくるんで、まあ、定期的にね、こういったメニューをやってもらって、体のメンテナンスをしていくことで姿勢、骨盤が正されて痩せやすい体をキープできますんで、参考にしてもらえたらと思います。頑張ってやったよ、気持ちよかったよっていうのは、よかったらグッドボタンやコメントで教えてください。各種 SNS もやってますんで、説明欄からリンク見てもらって、よかったらフォローしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。